はい、こんにちは。ザ・ゲーム・エイ・チャンネル、ハル99でーす。今日ね、ご紹介したいアイテムは、こちら。ピココですね。ちょっとね、まあ、クジャクのね、羽っぽいですね。変わったデザインのですね、まあ、箱絵なんですけども、これトリックテイキングなんですね。で、まあ、トリックテイキングね、すっごいたくさん色の中にはあるわけなんですけども、これその中でもですね、非常にレアなタイプのトリックテイキングでして、何かっていうと、自分のカードが見れないタイプなんですね。まあ、たまーにあるんですけども、自分が持ってるカードを自分自身が見ることができなくて、自分以外の他人が見てるっていう中で、プレイしていくっていう非常に変わったトリックテイキングになっていましたので、今日はこちら、ピココをご紹介したいと思います。はい、こちらピココですね。まあ冒頭にもですね、お話しましたので、これトリックテイキングゲームになっていますね。で、自分のカードを見れないというタイプなんですけども、なので自分自身のカードを操作することができないんですね。どうするかっていうと、自分の隣のプレイヤーのカードを操作してトリックテイキングをするってですね。まあなかなかですね、不思議な仕掛けになってるんですね。で、当然それをするために自分のカード見れませんから、それを支える台とかがあって、それがちょうどね、クジャクの羽みたいになってるってですね、なかなか面白いコンポーネントになっていました。まあ早速ね、開けていきたいと思います。はい、こちらですね、ピココのですね、コンポーネントを出してみました。まぁ、ちょっとね、変わったね、コンポーネント出てるんですけどね、トリックテイキングゲームしかね、変わってると思うんですけども、こちらの方が各プレイヤーに配られる、クジャクのですね、これ羽とこの体なんですね。これが各プレイヤーにですね、ワンセットずつ配られて、ここのところですね、ここのところと、ここのところが合体するようになってまして、こんな感じに各プレイヤーくっつけるようになってるんですね。なんで各プレイヤーはこれを1個もらって、自分の前にですね、まあ、これ1個置いとくということなんです。ここの時に注意しないといけないのが、これカードをですね、自分見えないタイプっていう話したんですけども、ここのところにこうスリットがあって、カードをですね、この刺すんですね。だから自分には見えなくて、人から見えるっていう構成がこれ取れるわけなんですけども、この時に逆さまにね、これちょうど逆さまに入れちゃったんですけど、こっちにスリットがあって、こっちにないっていう構造してあると、これ使えなくなっちゃうんで、これ作るときは必ず、このね、スリットがね、あるように作ってください。で、これを全プレイヤーが自分の分1個ずつもらって、かつ、これ実は入札するタイプのゲームなので、こういうね、入札するためのこういうコマのトークンを各プレイヤーカラーごとにありますんで、これをみんな一色もらったら、もう一個、ここの1とプラス3マイナス1って書いてるカードがありますけども、これのカード、これもね、各プレイヤーごとに用意されてて、これも入札用に使うんですけどね、こういうカードがあって、それをもらえば準備完了と。こういうことなんですね。で、やることは基本非常にシンプルなトリックテイキングゲームです。いわゆるマストフォローのトランプ割りのトリックテイキングですね。だから真ん中に最初全員に配った後、1枚ここにカードが山札から残ったやつからオープンされて、だから配りきりじゃないです、オープンされて、この切り札のカードですよというのがそのラウンド指定されます。で、あとのプレイヤーはスタートのプレイヤーから1枚リードして、青色があれば次のプレイヤーも青があればフォローしなくちゃいけない、なければ何色を出してもいいですよっていうね、いわゆる非常にオーソドックスなやつがあって、で、リードされた札で一番大きい人、トリック1個勝ちますよと。こういう非常にオーソドックスなスタイルですね。なので、一番最初に切り札が決まっています。スタートのプレイヤーからリードを1枚して、同じやつが持っていれば出さなくちゃいけませんと。全員出すことができたら、そのうち一番数字大きい人は勝ちますよ。で、勝った人が次のまたカードを出しますよ。こういうことなんですね。で、まあ、それだと普通なんで、最初言ったとおり、こう自分のは見れないって言ってるのはどういうことかっていうと、ビココの場合はですね、ここのところにですね、もらったカード全部刺すんですね。こんな感じになってましてですね、各プレイヤーこんな風に刺して持ってるんですね。で、やることはさっき言ったようにマストフォローのトリックテイキングゲームなんですけど、私からはですね、これ自分のは今見えないんですね。こっち向いちゃってるから。私からはこんな風に見えまして、ちなみに余談ですけど、このクジャクのこのね、羽の部分が綺麗に並ぶように刺しておくと、他プレイヤーが綺麗に見えるなんていうことになってるらしいです。で、この状態で他のプレイヤーのは見えているので、例えば私がリードのプレイヤーだったらどうするかっていうと、左のプレイヤーのカードを操作するんですね。じゃあ、こっちも見て、こっちも見て、自分のは見えないけどどうしようかなと思って、じゃあこれか、紫の銃弾。こうですね。じゃあこれが紫なんで、このプレイヤーからは、こっちのプレイヤー、3人だとね、こっちのプレイヤーを見て、じゃあ紫にマストフォローしないといけないなっていうので、紫を出すんですね。紫なければ何出してもいいですね。で、一部のカードは、これみたいにね、マルチカラーみたいなのもありますんでね、まあこれを選べるわけなんですけども、じゃあマルチカラーでいい、じゃあこれで紫ですと。で、このプレイヤーから私の方を見て、じゃあどれだと。で、私紫ないですね、だからどれでもないのでプレイすると負けると。
で負けるとこの人が勝つと。でこちらのプレイヤーがワントリック今勝ったんですね。でワントリック勝って終わったので、じゃあ次またこの人が行くんですけども、この人自分の見えないのでまた私が引くんですね。じゃあ今度白の11で行きましょうと。でこっちのプレイヤーがこっちのプレイヤー見て、じゃあ白をフォローしないといけないんで、じゃあ白はねここにありますからね、白ですよと。でこっちのプレイヤーから私見て、私はこのところにまたマルチカードがあるからね、じゃあこの白だこうプレイすると、じゃあこうするとまたこっち勝つわけですね。ツートリックですよと。こんな風に進んでいくんですね。なので自分じゃないプレイヤー、常に左取られるプレイヤーの手札を自分のもののようにプレイすると。でも本当これ自分のこれなんですけど、これは決して自分自身では触れないという中でマストフォローのトリックテイキングゲームやりますよ。スタートのリードが出した絵札と同じ色があれば出さなくちゃいけない。その中で一番数字が大きい人を勝つ。勝つ、このトランプって切り札ね、切り札がもしその中に混ざっていれば、つまりリードのプレイヤーが出した色に同じ色がなくて出した時にこの色であればこっちの方が強いですよってトランプですね、いうことがあったりしますんで、それのルールに従ってトリックを買っていくだけなんですね。こういうシステムなんですね。これでトリックテイキングしましょうということなんですね。じゃあ何が面白いか、それは見えないのは面白いけど、何をそもそも競ってるんだってことになると思うんですけども、それがこのチップなんですね。各ラウンドの最初にね、皆さんカードを配られて終わった後、他人のずーっと見て終わった後、スタートプレイヤー決まってるんですけども、そのプレイヤーが何回トリックに勝つかを全員が同時に握ってるんですね、この本人以外は。じゃああんた何回勝ちますか、こんな風に出すんですね。こうするとこの赤のプレイヤーは黄色のプレイヤーから見ると3回勝つ、紫のプレイヤーは2回勝たせようと思ってると、こういう意思表示なんですね。当然紫のプレイヤーは私なので、私紫なので、私がこの人のコントロールをするんですけども、私はこの人のコントロールを2回ぐらい勝たせるように打つぞという意思表示なんですね。で次のプレイヤー、今度黄色のプレイヤーをこんな風に出して、じゃあ赤は2回勝たそうとしている、紫は1回ぐらいじゃないかなと予想していると。で最後こっちのプレイヤーに握って出すと。そうすると黄色のプレイヤーは1回勝つと思ってるけど、赤のプレイヤーは1回も勝たないと思ってると。まあ勝てねえよ、弱いからと。こんな握りするんですね。で最後に自分自身でこれを見て、自分のは見えないけど、自分自身は何回ぐらい勝つかなというのをみんなビットしてると。こういう形ですね。なので一番最初にこのカードのプレイングが始まる前に、自分以外の全員の札を見て、何回ぐらい勝てるかな、僕が彼のをやって彼は彼女のをやってプレイするんだよねっていう流れを見て、普通のトリックテイキングよりはずっと情報多いんですね。トリックテイキング普通やるときは当たり前ですけど、カードゲームですから自分の札だけを見て他のプレイヤーは見えないんですね。ではなくて自分以外のは全員見えてる状態で、かつ自分にビットしてくれてる他人のチップを見てどのぐらい強いのかっていう予想をしながらプレイングするっていう非常に変わったゲームなんですね。なのでこれが当たるようにプレイしていって、1ラウンドのトリック終わった時点で、じゃあ2トリックこの人は取ったので当たり当たり外れとか、この人は2トリック取ったので当たり外れ当たりとか、私は1トリックだったので当たり、赤入れてないので外れ外れとか、こういうやつですね。でこの当たり具合によって点数が入るっていうのを繰り返していきましょうと、こういうゲームなんですね。なかなかね不思議ですね。自分以外のカードを見ながらビットしていってトリックテイキングを行っていって、それぞれの当たった量に応じて、完全当たらなくても点数くれるんですけどね、当たった具合に応じて得点をもらう、これを複数ラウンド繰り返していきましょうと、こういうゲームなんですね。でもう一個あります。最初にくれてるといったこのカードですね、こちらのカードには各このプレイヤーのね色が書かれてるんですけども、どのプレイヤーのやつがぴったり一致するかっていうのをこれ見た後に別途特定のプレイヤーがですね予想が当たるかどうかをセットして、それが当たればプラス3点、外れればマイナス1点なんていうね、特別さらに追加の点数をもらえるっていうやつをみんな1枚秘密裏にセットすることもできるんですね。いやもう予想危ないからいいわ、とりあえず1点くれなんていうカードもあるわけなんですけども、こういうプラス全体のを見た後、さらによし今回はもう得点取らなくちゃいけないから彼の絶対当てるようにプレイしようなんていうのをビッティングした後、お互いのカードを左隣のね人を取りながら、みんなマークありますよ、僕をみんなもう一回勝たせたいんですよねとかね、え僕はもうみんなもう僕自分勝ったから勝たせてもらったら困りますよなんていうのを思いながらも、自分のカードは絶対触れないのでだんだん分かってきますよ、プレイングでね、あーもう僕弱いんだなとか、あー彼女強いんだなとか分かってくるんですけど、そうであっても自分のを触れないっていうこうモヤモヤした中でトリックテイキングをゲームしていくっていうのはですね、非常に変わったシステムですね。なんかどっちかっていうと、まあ、かっちりやるというよりはやや
パーティー寄りね、見えませんからね、どこまで行ってもね、パーティー寄りのものですけども、みんなの思惑はここに見えているので、223っていうなってると、この2人の思惑は同じだよねとかね、212だからこの赤と黄色の2人のプレイヤーの思惑は同じだよねなんていうのを思いながら、もちろんこっちのシークレットビットは違うかもしれませんけど、プレイするっていうところが面白い作品になってると思いました。はい、というわけでですね、ピココをご紹介いたしました。まあね、すごい変わったトリックテイキングゲームですね。いろんなものあって、私変態系とかね、まあノーマル系とかいろんなもの紹介してますけども、ザ・ゲームギャラリーチャンネルの中です、自分のですね、まあカードがですね見えないタイプのトリックテイキングゲームをご紹介するのはこれが初めてだと思いますけども、すっごい不思議な感じなんですね。自分の見えない中で4人だったら4分の3見えてますからね、カードね、4分の3のカードを見えてる状態でいかに予想していってプレイングするか、プレイングするはでも自分のではなく隣とのプレイングするっていう、しかも僕ら見えてますから他の人からねっていう不思議な感じっていうのはなかなかですね人選でしたね。でプレイヤーでも若干選ぶような気はします。全体としてはパーティー寄りなんですね。当たらないというか、まあコントロールできない要素が多いのでパーティー寄りのトリックテイキングゲームなんですが、マストフォローのトリックテイキングゲームでトランプありっていう原則はそのままなので、それで何トリックくらい勝てるかっていうのはなんとなく予想できるっていう能力は要求してくるゲームになってるので、まあ適当でもいけますけども、そこの中でプレイするっていうところは割とトリックテイキングにまあまあ慣れてる方っていうのを想定されている風ですが、プレイング自体はパーティー寄りっていうですね、この微妙なバランスをとっているので、人によってはなんだこりゃっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、トリックテイキングの愛好家の方の中にもちょっと緩すぎるよっていう方もいらっしゃるかもしれません。私はやってみたとき、いやなんて変なゲームなんだと、こう面白いなと逆に思ったんですけど、システム的に斬新ですからね、思ったんですけども、そのあたりのところですね、まあご好みが出るかもしれません。でちょっと注意なんですけど、出てきてました。これですね、あの例を指すやつなんですけども、これ、私そんなに何回プレイしてるわけないんですけど、ここのところとかでもハゲちゃってますよね。こういったところですね。で結構ハゲやすいんですね、これね。こう刺してやったりするときに、結構硬いんで、パチンっていう感じで入っちゃうんですけど、これね、のけるときにさっきみたいにハゲてしまうんですね。で、残念なことで、このままでこれしまえないんですね。全然こう体積的に入らなくなっちゃうんで、どうしても抜くしかないんですけども、割と簡単に、ここのところの塗装がね、剥げてきますんで、まあこれしゃあないかなと思われた方がいいかもしれません。特に中古とかで入手されることがあるんであればね、まあここは絶対剥げてるだろうと思った方がいいと思います。正直1回ぐらいでも剥げます、これね。簡単に剥げちゃうんで、気をつけた方がいいと思います。で、あと、ここのところにですね、カード刺すんですけど、これ結構硬いです。私初めてプレイされた時ですね、周りの他の、まあ私のを持ってったんですけども、まあ使われる他のプレイヤーがですね、これちょっと怖いわっていうぐらい硬いです。要はカードを刺したら、スリームに入れるとここね、入らないぐらいの隙間しかないので、バキッと折れそうなんですよね、カード。本当刺すとパキッパキッってこのプラスチックがちょっと、音がするような感じがするぐらいここ狭くなってるので、最初のね 1,2 回プレイするときにここにカードを刺すときはちょっと慎重に、あるいはまあ全然違うね、まあマジックかなんかのカードのもうどうでもいいようなカードがもしあればちょっと刺してみて、ここでカードが傷まないようにしてからプレイングした方がいいかもしれません。ここの隙間は割とタイトに作られているコンポーネントに少なくとも私のやつはなっていましたので、その辺はお気をつけください。はい、というわけでですね、自分のカードを見ることができない非常に不思議なブラインドタイプのトリックテイキングゲームピココをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャラチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。